ンセンターです。ここでホノルルマラソンのエキスポやっております。はい、はいはい、じゃあここにチップゴールした後、はい、あのジェルのテントに入る時にこのシールがついていることが目印となりますので、はいはい、こちらのゼッケンをお見せいただきますよう、はい、お願いいたします、はい、山谷っていう形で折っていただきます、はい、このようになりますありがとうございます、はい、これはランナーだけですよね。あ、こちらステッカーでも大丈夫です。いいです、はい、大丈夫です。これちょっと外します。昨日は8時ぐらいに寝たのでまあまあ寝れたかなという感じです。この後準備してですね、もうマラソンに向かいたいと思います。空がね、星が見えますね。結構綺麗です。さあ、一日どんなレースがねなるんでしょうか。楽しみですね。頑張っていきたいなと思います。ちなみに今回の朝ごはんはバナナ1本と日本から持ってきた卵割りです。まあ、これで足りるかどうかっていう問題がありますけど。今4時3分ですね。ちょっと予定よりも遅れましたけども、今からスタート地点に行きたいと思います。もうランナーさんがね結構行ってますよね。歩いておられますので、これにくっついていくかなと思います。To the sky.
your galaxy. I'm about to fly. Ladies and gentlemen. Thank you.
キロぐらいですね。結構飛ばしてきた。6キロちょっとですね。アラモアナショッピングセンターの端っこに戻ってきました。ビッグブランドの入り口のとこかな。はい、すでにちょっとお腹減ってるけどね。4マイルだったんです。もう少しで、ね、マンションの下ですね。7キロです。ちょうど7キロ、ちょうどアパートのあたりに来ましたね。マジでもらえないね。まもなく出るですね。よかん、よかん、頑張れ、頑張ります。家族の応援があると嬉しいですね。頑張ります。さあ、まもなく8キロですね。ワイキキに入ってきました。ちょうどワイキキの目抜き通り、カラカオバ通りですね。入っていきます。はい、パンダありがとう。頑張ってください。いってらっしゃい。ジャルの人かな、飛行機主体ですね。モアナサフライヤー通過です。もう少しで9キロかな。バディ、すげえ。9キロデュークのところ来ました。頑張って。デューク像です。よし、お、海風がすごい出てきたね。涼しいです。9.5 ぐらいかな。これと公園ですね。ゴールの公園のあたりまで来ました。さあ、ここから登るんだね。右側にフィニッシュゲート見えますね。あっちがフィニッシュか、こっちから見える。あと5時間後ぐらいにあそこに帰ってきたいと思います。10キロですね。ここで10キロ。はい、天気が終わりました。10キロ。11キロ。ここから登るかな。ダイヤモンドヘッドの方に。まだ暗いです。ね。Thank you.
きついね、この坂。かなりきつい。きついです。13か、まだまだよいしょ。朝焼けが綺麗に焼けしたね。過ぎた、13です。13です。 OK、 See you left。14キロぐらいですね。ダイヤモンドヘッド降りてきたところでちょっとトイレ行きました。はい、ちょっと結構きつかったね。ちょっと休憩、はい、セルフウォーターのこれもありますね。ちょっと飲もうと思います。はい、ちょっとそれ忘れましたけど、ゲータレードもらって、くるみも試食しております。お腹すいた、早めにね、ちょっと早めですけど。お、なんか触れるぞこれ。あ、ちょうどいいね。食べる？じゃーん。 Thank you。 Thank you。 出ていただきました。一気に下りね。ここから一気に下ります。どっちかな、これね、やっと重要です。犬もダウンしてる。エンドの差し入れがありました。パッピー、なんでその格好で、なんでその格好で、まさかまさかのヘコンパピーウェディングパピー。あー、Thank you。 あー、Thank you。 クイクイやたらく。そして16キロ到達です。
カハラモールかな。カハラまで来ました。17キロちょっと、まだまだあるよね。よいしょ。昨日お会いした方々とここで再会しました。うわ、めっちゃいい。お、ご来光上がってきた。18です。また緩やかに下ってるよ。19です。休んだり浴びたり続けてます。24キロまで来ました。オーナーが消えたんだからね。とりあえずマイペースで頑張っております。全然空いてる。大丈夫です。ああ、そうそうそう、この海。いい景色です。いい状況です。ちょっと今手前に、ミューズとか、ゲイパレードの映像がありました。ね、ボランティアの。少年少女たちが一生懸命ねやってくれてるんですね。ありがとう。最悪なことに僕のショックスの充電がなくなってしまいました。音楽なしでいきたいと思います。Thank you. Thank you. Thank you.
鼓舞していくしかないです。みんなの応援を力に入れて、そして26キロ、26、甘酒飲みたかったな。はいはいはい、行ける Thank you. はい、28キロ、2回目のトイレ行きますけど、今度待ち時間なしですね。ちょっと JAL さんが飴を配ってくれてましたんで、この飴をちょっともらって、そこで飲み物もあるんで、ここで泊まりましたんで、ちょっと28キロですね、そこに看板もありますけど、それでちょっと、休憩したいと思います。28キロでね、オリジナルのチャージ2回目ですね、あれもらいました。うちをもらっておきました。まあ、自分の一般的はね、うちをもらっておいて後半戦頑張ります。取り忘れましたが、今28キロ台で天使の麺というそうめんいただきまして、めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。29です。最初の方にお見かけした旗の人、重いよね、さすがに。あ、鈴木さん頑張って。おはようございます。30キロなんですけども、この辺はランナーと行き交うところなんで、いろんなね、方々、まあ、かなりお疲れで歩いておられる方々もいらっしゃいます。ただ少し僕は元気になってきて、6分45秒ぐらいで少し来ています。あと12キロで終わっちゃうのか、ようやくそういう感覚になってきました。さあ、残り せっかく今、ゴルゴルマンさんでさ、家もだったから、ちょっとね、これで飲んでみたいと思います。
How would you Supposedly. For what? さあここで30なんでこの最後ベスパちょっと入れたいと思います。ベスパすげえ濃い、なんか体に良さそうな味してます。うわちょっとこれ飲みたいな。なんか残り12キロ頑張れそう。頑張ります。そして31キロ到達でございます。すごいね、山の上の道。やっと発見しましたね。真面目に配信してたね。32キロです。あと10キロ、あと10キロ。天気すっごいよね。ゆっくりゆっくりです。元気でしょ。あと10キロ頑張って走りたいと思います。これ去年あれが動けなかった。4時間5分、残り9キロ。サブ5ちょっときついな。ギセンとこギリギリ6分早くペースでいけば5時間切るけどちょっと無理ですね。仕方ない、5時間15分ぐらいでいけな、はい。皆目ですね。なんか聞いたことあるね、皆目って。決め込んでるわけですな。結構この上り坂のハイウェイきついな。全然足が動きません。いや、どんな思いで走ってるのかなこれ。この 42.195km めちゃめちゃ音出してるけどね。ちょっと下ってきたから足が動くかな。頑張ってみたいと思います。
course. Finish strong. Finish strong. Erica. 36通過です。あと6キロか。疲れました。なんか用意しておきます。レッドブルだ。ありがとうございます。はい、頑張って。はい、どうもありがとうございます。出てるね、10時23分、37キロここら辺りまで戻ってきました。よいしょ。河原の豪邸がいっぱいありますね、この辺。すごいね、海沿いの大きな家。すっごい。噂には聞いてみましたが、結構立派なお家が。すごい。あ、もう海が見えてきた。1キロ結構頑張って走りましたよ。レッドブル効果かな。ちょっと下るね。あー、もうね、もう出てたな、おい。お上がってきました、皆さん。Thank you. Thank you. Thank you. さあ、最後のダイヤモンドヘッドに突入です。頑張りましょう。ついに見えてまいりました。39キロ。あと3キロ。
これ1キロ。さあ、ここからゴールまで行きましょう。最後、カピオイン公園のロードに入ってきました。あとカピオイパークです。さあ残り 300m。 よいしょ。
マーチャンダイスも一応あります。はい、今回初めてのホノルルマラソンということで結果5時間17分かな、途中歩いたりもしましたけども、初めてにしてよく頑張ったなと思います。アップダウンも結構激しかったし、ね、慣れない、早朝から本当走るっていうのは本当慣れないですし、なんか途中でね、もう速攻お腹減ったんでいろいろもう食べまくって、お腹が満たされてからようやく元気が出てきたという感じでしたけども、とはいえね、やっぱり足の疲れもあって途中ね、坂道とかもうパワーが出なくて歩くこともありましたけども、なんか最後後半も35キロぐらいからも少しちょっとね元気になったりして、もう一回走り出したりということができましたし、いろんな課題も見つかりましたけど、楽しめたんで良かったなと思います。次のフルマラソンは何に出るか分かりませんけども、本当はいつかこのホノルルマラソン出たいなと思いますので、ね、毎年来れればいいですけどね、そんなリッチまではないので、そうなりたいですけども、またいつか、ね、挑戦したいなと思います。
今回はどうもありがとうございました。デイ4完走までの全記録ご覧いただきありがとうございました。デイ5はフィニッシャーズマンデーからハワイに開通した新しい電車をですね乗りに行っておりますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは引き続きホノルルマラソン2023編お楽しみください。ありがとうございました。